どうも皆さんこんにちは、原寛太です。日本の格差問題、貧困が親から子へ受け継がれてしまうんであれば、貧困の連鎖を断ち切るために何が必要だと思いますか？貧困問題という言葉を聞くと、多くの人たちはアフリカをはじめとした発展途上国の貧困をイメージすると思います。世界的な貧困の基準としては国際貧困ラインと呼ばれるものがあり、1日 1.9 ドル以下、日本円に換算すると1日約200円以下での生活を強いられている人が貧困状態にあると言われています。経済的に発展した今の日本では国際貧困ラインを下回って生活する人はほとんどいないかもしれません。ですが、日本のような先進国では富裕層と貧困層の間に大きな経済格差が広がっており、近年は相対的貧困の問題が深刻視されています。後ほど詳しく解説しますが、日本で問題になっている相対的貧困とはつまりは格差です。今の日本では格差が広がっている、多くの人たちがなんとなく知っていることだとは思いますが、さらに問題されているのが世代を超えた格差の固定です。つまり一度でも貧困層になってしまうと、貧困状態から脱却することができず、親から子へと世代を超えて貧困が受け継がれてしまう。そして社会全体としては富裕層と貧困層の間にある格差が固定されてしまい、階級化が起きてしまうんです。最近は上級国民、下級国民といった言葉も耳にすることが増えてきましたよね。嫌な言葉です。なぜ貧困は親から子へと受け継がれてしまうのか、なぜ社会における格差が固定されてしまうのか、もちろんその理由は様々にありますが、今回は日本の貧困が連鎖する3つの理由を分かりやすく解説します。動画の後半では貧困の連鎖を断ち切るためには何が必要かという話もしますが、ぜひ皆さん自身も格差の固定を打ち破るためには何が必要か、自分の意見も考えながらぜひ最後までご覧ください。日本で貧困が連鎖する理由を解説する前に、基本的な知識である相対的貧困とは何か復習も兼ねておさらいしておきましょう。僕の動画を普段から見てくれている方であれば、もう自分の口で説明できるようになりましたか。相対的貧困とはつまりは格差です。日本の生活水準や文化水準と比較して貧しい生活を送っている状態が相対的貧困。アフリカをはじめとした海外の貧しい国で問題になっているのは、人間として生きていくために最低限必要な衣食住すら満たすことができない絶対的貧困であるのに対して、日本の標準的な生活レベルと比較して貧しい生活を送っている状態が相対的貧困です。海外で問題になっている絶対的貧困は絶対的というくらいですから、人間として生きていく上で絶対的に貧しい状態を指し、日本の相対的貧困は相対的というくらいなので、他の大多数の人たちと比べて相対的に貧しいという意味です。まあそのままですけど、相対的貧困の定義は全世帯の所得の中央値の半分以下とされており、厚生労働省の発表によると日本の所得の中央値は427万円なので、この金額の半分以下、つまり年収約213万円以下の世帯が日本の相対的貧困層です。実は相対的貧困定義はもっと複雑で難しい内容になるんですけど、念のため説明しておくと、厳密には4人暮らしの世帯もあれば2人暮らしの世帯もあるので、世帯人数の違いを考慮する必要がありますよね。だって1人で子供3人を育てている4人暮らしの世帯と、1人で子供1人を育てている2人暮らしの世帯であれば、同じ収入額でも生活状況は異なるからです。この場合、世帯人数の差を調整した等価可処分所得と呼ばれるものを計算する必要があるんですけど、これにのっとると中央値は約244万円、その半分の年収約122万円以下が相対的貧困になります。ここはね、ちょっと専門的な内容になるので難しいんですけど、より詳しく学びたい方はぜひ自分でも調べてみてください。厚生労働省によると、日本の相対的貧困の割合は 15.7%、 つまり約6人に1人が貧困層と言われています。さらに近年注目されているのが子供の貧困です。日本の子供の貧困率は 13.9% と言われており、17歳以下の子供のうち約7人に1人が経済的に困窮した生活を送っています。以前アップした日本の貧困層が海外よりも不幸なのはなぜ、この動画でも解説をしたように、特に日本の公立学校では富裕層の家庭出身の子供と貧困層の家庭出身の子供が同じクラスの中で生活するため、幼い頃から格差を目の当たりにされます。後ほど改めて解説しますが、多感な時期である成長過程で日々格差を痛感しながら生きることもまた今回のテーマである貧困の連鎖に関係してくるんです。海外、いわゆる発展途上国の貧困層と比べて、日本の貧困層の特徴はライフスタイルや持ち物からは本当に貧しいのかどうか判断するのが難しいことです。年収は少なくても、例えばファストファッションの洋服を安く購入したり、ファストフード店でランチを食べたりすることは可能です。そのため服装や食生活からは都心部で生活をしている一般的な中流階級の人たちとそれほど違いがありません。海外では貧困層の子供たちはボロボロの洋服を着ていたり、靴を買うことができず裸足で過ごしていたりするので、見た目からも貧しいことがわかります。その一方で日本の場合はファストファッションの洋服を着ていたら
ら、外見からは貧困層かどうか判断できませんよね。また貧困は恥ずかしいことだと考えてしまっている人も多いため、自分の経済状況について自ら外に向かって発信する人もいない。貧しい国のように道端で物乞いをしている人を見かけることもほとんどありません。このように外からでは判別しづらいという点が、日本の貧困問題に対する誤解や偏見を生んでしまっているのではないでしょうか。近年の日本で問題されているのが貧困の連鎖です。つまり自分の親が貧困だと、その子供にも貧困が受け継がれ、連鎖的に貧困層が生まれてしまう。貧困の連鎖は貧困の再生産と呼ばれることもあります。いずれにせよ、ここで問題なのは親から子へと世代を超えて貧困や格差が固定されてしまうという問題です。なぜ貧困は世代を超えて連鎖してしまうのか、なぜ貧困から脱却することができないのか、今回は3つの理由を解説します。1つ目の理由は一人親家庭の貧困。特に日本で深刻なのがシングルマザーの貧困です。厚生労働省によると、2016年時点での母子世帯、つまりシングルマザーの世帯は約123万世帯、一方の父子家庭、つまりシングルファザーの世帯は約19万世帯となっており、シングルマザーの方が約6倍多いです。厳密にはシングルマザーの家庭でもお金を持っている家庭はありますし、シングルファザーの家庭でも貧困に直面している家庭はありますが、全体の統計として見るとシングルマザーの貧困家庭が突出して多いです。日本では親が仕事についている一人親世帯の相対的貧困率は 54.6% となっており、シングルマザーの実に半分以上が貧困層と言われています。超格差社会と呼ばれているアメリカでさえ 35.8% なので、一人親世帯の相対的貧困率が 54.6% という数字からは、日本のシングルマザーを取り巻く環境の厳しさが理解できるはずです。なぜシングルマザーの家庭には貧困層が多いのか、そして貧困から抜け出すことができず、その子供へと貧困が受け継がれるのか、その大きな理由が非正規雇用という就業形態にあります。非正規雇用とは、アルバイトやパートタイマー、派遣社員や契約社員のように一定期間のみの雇用契約に限定して働くことを指します。特に子供がまだ幼い家庭では、子育てや家事に追われてしまい、フルタイム、つまり正規雇用で仕事に就くことが難しいです。アルバイトや派遣社員のような非正規雇用であれば、子育てで忙しい人でも仕事には就きやすくなりますが、その一方でフルタイムで働く人たちに比べると収入は低くなりますし、福利厚生や有給休暇がないといった問題も生じます。また雇用している企業側にとっては、フルタイムで働いている人たちを簡単にクビにすることはできませんが、経済が不景気に陥った時には、まずは非正規雇用で働く人たちからクビにしていきます。コロナ禍でも非正規雇用の人たちが仕事を失っているといった問題がよくニュースになっていましたよね。仕事をクビになってしまった人は職を転々としなければならなくなり、安定して収入を得られなくなったり、もちろん給料が高くなっていったりすることもありません。さらには病気になったり怪我をしたりして働けなくなった場合、収入は一気にゼロになってしまいます。このような原因から、特にシングルマザーの家庭はなかなか貧困から抜け出すことができず、子供にも貧困が受け継がれる貧困の連鎖が起きてしまうんです。経済的に苦しいなら生活保護に頼ればいいじゃないか、そう考える人もいるかもしれませんが、今の生活保護の仕組みは貧困から抜け出そうとする人を妨げる制度だとも批判されているのです。現在の生活保護制度では、最低生活費として定められている金額の生活保護費があるんですけど、収入がある場合はその分減額されることになってるんですよね。つまり生活保護を受けながら貧困を脱しようと一生懸命仕事をしたとしても、稼いだ分だけ生活保護で支給される金額も減っていってしまうため、全体としての収入は変わらず貧困から抜け出すことができない、このような構造があるんです。生活保護が打ち切られるのは、所得が生活保護支給額を数ヶ月間連続して超え、これからも安定して所得を得られると判断された場合です。そのため、いきなり生活保護が打ち切られるといったことはあまりないみたいなんですけど、それでも今の生活保護制度は、働いて自ら貧困を脱却しようとする人を阻害しかねないとも批判されているんですよね。フルタイムで働いている人たちと同じくらい仕事をしているにもかかわらず、非正規雇用の場合は給料や待遇が悪いため、貧困から抜け出すことができない。貧困から抜け出そうと思って正規雇用の仕事に就きたくても、まだ子供が幼いうちは子育てとフルタイムの仕事を両立することが難しい、このような構造的な要因があります。この YouTube を視聴している方でも、おそらく当事者の方がいらっしゃるのではないでしょうか。僕の YouTube は NPO や行政で働く人も見てくれているみたいなので、当事者の方たちの声を届ける一つの場としても機能させていきたいと考えています。普段は自らの境遇について発信する場はなかなかないと思いますから、問題のない範囲で実体験をコメント欄に書き込んでみてください。もしかしたらね、そのコメント一つで社会が少しだけ動くかもしれません。貧困が連鎖する2つ目の理由は、子供の教育格差。これはシングルマザーの貧困とも密接に関係してきます。貧困層の家庭では生活をしていくだけで精一杯なことも多いため、あまり教育にお金をかけることができません。現在の日本では、高校に進学するためにも大学に進学するためにも受験戦争に臨まなければいけませんが、塾に通っ
って勉強したり、教材を購入して勉強したりするためには当たり前ですが、お金が必要です。親がフルタイムで働き、収入が安定している家庭なら塾の費用を出すこともできるけど、貧困層の家庭ではそれが難しい。さらには大学に進学しようと思っても、特に私立大学であれば学費が年間100万円近くかかりますし、少しでも学費を抑えようとして国立大学に進学しようとしたら、その分だけ競争率が高くなる。そういった競争を勝ち抜いてくるのは、親がお金を持っていて塾に通わせてくれたり、家庭教師を雇ったりすることができる家庭出身の子供たちです。興味深いデータがあります。東京大学が行った2017年の学生生活実態調査によると、東大生の家庭の平均世帯年収は918万円、日本の所得の中央値が427万円、平均値でさえ541万円のため、東大生の多くが富裕層の家庭出身であることが分かりますよね。もちろん独学で東大に進む人もいます。最近はドラマのドラゴン桜もやってましたよね。でもやはり東大に進むためには、東大に特化して予備校に通ったり、たくさん教材を変えたりする人の方が有利であることは間違いありません。親の収入というのは子供たちの教育格差にもつながってくるんです。僕の YouTube の視聴者には現役の高校生も多いと思うので、このあたりの話はかなり当事者性を持って実感できる人が多いんじゃないですかね。ぜひ体験談などをコメント欄で聞かせてください。そもそも大学進学率自体が家庭の年収と相関関係があります。年収400万円以下の家庭であれば大学進学率は約 31.4% ですが、年収1000万円以上の家庭になると約 62.4% まで増え、その差は実に約2倍にもなるのです。そしてまた最終学歴が高卒の人と大卒の人では平均年収も異なるというデータがあります。高卒男性の平均年収は約288万円、一方の大学院卒男性の平均年収は約399万円です。100万円以上も差があるんですよね。学歴なんて関係ないとか、大学なんて進学しなくていいと主張するインフルエンサーの人たちもいますが、データで見ると学歴と収入には相関関係があるんですよね。なのでネット上で見かけるインフルエンサーの学校なんて行かなくていいという主張は、ほどほどに理解しておく程度にしておきましょう。まあ誰とは言わないけど。ここまでの話をまとめると、親の年収が低いと子供は塾に通ったり大学に進学したりすることができない。教育機会にアクセスできなかった子供は大人になってからも年収が低くなってしまうため、また貧困家庭になってしまう。そして新たに子供ができた時、また同じことが繰り返される。このように貧困が連鎖していくのです。3つ目の理由は、生活環境がもたらす子供の自己否定感。特に一人親家庭の場合、親が夜遅くまで仕事で帰ってこなかったり、休みの日も一人で過ごさなければいけなかったりと、貧困層の子供は幼い頃から孤独にさらされる時間が長くなります。また食事のバランスが悪かったり、部屋の衛生環境が悪かったり、着ている洋服の質が悪かったりと、貧困は生活環境の悪さに直結します。その一方で、特に公立学校では富裕層の家庭出身の子供と貧困層の家庭出身の子供が一緒になって生活するため、格差を目の当たりにさせられます。もっと言えば、休みの日に外出すれば親子揃って楽しそうに出かけている人たちを見かけて、さらに孤独を感じてしまう子供もいるかもしれません。そのような環境下で幼少期を過ごした人は、大人になって平均以上の収入を稼いでいる家庭と比べた時に、周りとの格差に自分を卑下してしまい、自己否定感に苦しめられる。その自己否定感が続くことによって、さらに貧困の連鎖に陥ってしまう恐れがあるんです。注意してほしいのは、一人親家庭という環境が子供に悪いのではなく、一人親家庭の貧困が生み出す環境が子供にとって悪いんですからね。一人親家庭という環境自体を悪いものとして僕たちが偏見を持ってしまうと、それがまたね、新たな貧困問題につながってしまう可能性もあるので、そこは偏見を持たないようにしましょう。もちろんね、どんな理由によってその家庭が貧困になったのか、まあ、その背景をね、知る必要はありますけどね。ここまで貧困が連鎖する3つの理由を見てきましたが、皆さんはどう考えますか？親から子へと貧困が連鎖する問題、言い換えると格差の固定を解決するためには何が必要か、ぜひ視聴者の皆さんの考えもコメント欄で聞きたいんですけど、一つのアイデアとして、この動画では教育×テクノロジーについて解説をします。その前に一つだけお知らせをさせてください。僕は国際協力や社会問題に特化した原カンタのオンラインサロン、シナジーというコミュニティを運営しています。世界の問題に興味ある人たちとつながってみたい方、原カンタと一緒に何ができるか考えてみたい方、ぜひ概要欄のリンクから公式ホームページをご覧ください。教育にアクセスできる機会の格差が貧困の連鎖につながっていると解説をしましたが、近年はインターネットを通じて誰もが質の高い教育にアクセスできるようになってきました。最近は教育系 YouTuber の数も増え、登録者が数十万人以上いるような人もいますよね。 YouTube を視聴するためにはお金もかからないので、経済的な格差が教育の格差につながることがないんです。数年前であれば、高いお金を出して塾に通わなければ質の高い授業を受けることはできませんでしたが、近年は予備校講師でも YouTube を始める人が増えてきており、インターネット
と環境さえあれば誰もが質の高い教育にアクセスすることができます。僕自身も高校生の時は予備校に通っていなかったんですけど、当時はスマホもそれほど普及していなかったですし、もちろんね教育系 YouTuber なんかもいなかったです。なので予備校に通わないとなると学校の授業を頑張るか、もしくは参考書を買って自分で勉強するしかなかったんですよね。 YouTube 以外にも近年はスタディサプリなど講義形式でスマホアプリから授業を受けることができるサービスもありますし、そういったサービスって、まあ、大体月額1000円程度で受けることができますよね。インターネットが普及し誰もが一人一台スマホを持つことができるようになってきて、今このようなテクノロジーの発達が教育格差の問題を解消していくのではないかと考えられています。その一方で貧困層の家庭では自宅でインターネットの固定回線を契約することが難しい人もいますし、自由にネットが使える Wi-Fi 環境がなければこのような教育機会にアクセスすることもできません。もはやインターネットというのは現代の日本社会においては基礎インフラみたいなもんなんで、政府の税金によって貧困層の人たちにもネット環境を提供するといったことは教育機会の格差を解決していく上でやれることなのかなと思いますね。教育機会の格差だけではなく、貧困の連鎖や世代を超えた格差の固定といった問題を解決していくために皆さんはどんなアイデアが浮かびますか？もしくは普段の生活の中でそのような格差を実感したエピソード何かありますでしょうか？ぜひ皆さんの意見コメント欄で自由に聞かせてください。宣伝っぽくなってしまって恐縮なんですけど、僕が運営しているハラカンタのオンラインサロンもある意味機会の格差を解消していく一つの取り組みだと思ってるんですよね。これまで国際協力や社会問題に特化したイベントって東京や大阪といった都市圏ばかりで開催されてきたため、地方に住まれている方だと交通費の問題からなかなか参加できなかったんですよね。そういった意味でも国際協力における機会の格差を解消していく一つの取り組みとして僕は自分のサービスを作っていました。もっと深く国際協力や世界の問題について学んでみたいと思った方はぜひ検討してくれたら嬉しいです。日本における貧困問題ってセンシティブなトピックなので、まあ、YouTube でね取り上げることも結構勇気がいるんですけど、いつも皆さんからの建設的なコメントのおかげで動画の質が高くなっています。いつも本当にありがとうございます。今回の動画に対する感想や意見補足情報もぜひねコメント欄で自由に聞かせてください。僕の YouTube ではテレビや新聞では知ることの難しい社会問題について分かりやすく解説をしています。これからも皆さんが社会問題に目を向けるきっかけを提供していきますので、今回の動画少しでも参考になりましたらぜひ高評価ボタン、これから僕と一緒に勉強してくださる方はチャンネル登録の方もどうぞポチッとよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。